桜木町から赤レンガ光なんですが、一日かけても回れないっていうか、本当結構濃いですね。いろんな面白い場所があります。でも今日は予定なんで先に行きます。私本当にこう予定を作ってそれに当てはめて動けないと全然だらけちゃってダメなんですよね。今日も何が何でも天候が良ければ横浜に行くっていうんで、うちから無理やり中は出てきたようなもんです。予定優先で動かないと本当にだらけちゃうんで、自分でもそういうとこを持て余して困ってるんですがね。まあ突発的な事故や災害で動けないっていうならしょうがないんですけど、逆を言えばもうさてきちっと決めた以上はやるっていうんで、まあ遂行するっていうことができるんで、それはそれでいいかなとも思ってます。決めたことをきちっとやるっていうんだから、まあ融通が効かないっちゃ効かないんでしょうけど、それだけブレてないって言えばブレてないんで、もう物事にはいいとこ悪いとこ裏表、まあいい面悪い面ありますからね。今歩いているところは確か貨物船の路線跡ですね。この貨物船の跡を遊歩道にしているっていうところです。貨物船の跡の遊歩道ですから、人が歩いたぐらいじゃびくともしませんね。そりゃ貨物列車重いですからね。貨物用の機関車ですら50トンはあるのかな。ここ確か走ってた貨物用機関車、もし国鉄だとしたら DD13 か DE10 ですからね。50トンはあるのかな。まあそういうのは鉄道詳しい人が知ってるから、ともかく軽い車両じゃないことは確かです。これは確か横浜税関ですね。渋いっすね。いろいろと珍しく感じるのは、来たのか久しぶりっていうのもありますよね。そりゃ毎週もし仮に来てたらそうそう飽きちゃいますからね。そりゃここ毎週来るとしても、横浜あちこちいろんなとこありますからね。ここ以外にもあちこち行きゃいいんですよね。そういう、うん、そりゃそうだ。ここだけじゃなくて、そうさっきの桜木町界隈ももうちょっと濃く回るっていう手もあるし、まだ伊勢崎町もそういや行ったことないね。まあ私は元来外出するの苦手でしてね、こういう撮影とかあるから外出してるようなもんで、そういうのなかったらずっと引きこもって、それこそねえいろいろとネットで記事読んだり動画見たりしちゃって、それで一日潰れちゃってああみたいなことがそんなしょっちゅうでしたからね。田辺こうやって出るのがいいのかもしれないですね。こういうことやってればそうに出る口実というか理由になりますからね。で外に出て知らないところ行ったことのないところ行けば新しい発見があったり、自分自身の空気の入れ替えにもなって、また何かしら成長が望めるというもんですかね。犬も歩けば棒に当たるってんですかね。やっぱり外に出て何らかしら動かないとチャンスも当たってない。そうやって犬が棒に当たるようにチャンスも巡ってこない、まあ、そういうのも考えられますか。外にいなきゃいけないんでしょうね。本当やっぱ朝がね辛いんですよ。朝がもうぼーっとしちゃって一日中このままゴロゴロって朝は思っちゃうんですよね。でテンション上がってさあ行くぞっていう時にはもう日が傾いて3時だ4時だってなっちゃってるから、朝をなんとかねそこ圧力上げてガンといかないと難しいんだよな。仕事だと朝ね5時6時に起きてさっと飯食って電車に乗っていけるんですかね。いざこういうことするために早起きしようと思うとなんかだらけちゃうんですよね。仕事のつもりで遊びもやると、で遊びのつもりで仕事をやるといいっていう風にそういうのを聞いたことあるんですがね、な
かなかそうもいかないですよ。やっぱり休日でそういう早起きの義務のない日だとどうしてもやっぱり7時8時まで寝たいっていうのが、まあ、人間のっていうか本性っていうか、そういうたまにはだらけたいっていうのもありますよ、まあ、そんなんじゃいけないんでしょうけどね。いつもいつもバリ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 やってたら気が持たんですわ。どっかで抜かないと。貨物船の配線を利用した遊歩道はここまでですね。こっから先は大昔はあったんですけどね、取り払われてしまってます。こっからつづら折りで歩いて降りるしかないですね。遊歩道を降りると山下公園になります。それとも洒落たローソンですな、あれは。今日は天気も良く風も弱く絶好の行楽日和ですね。この山下公園はすぐそこが海なんですがね、これ風が強いともうザッパーンともう波のしぶきがここまでかかってきてとても歩けたもんじゃないですからね。これだけ風が弱いとSビットでここで飯にしたい心持ちなんですが、公園ってのは基本夏季厳禁ですからね。高尾山みたいなところが例外なんですね、あれは。まあ残念ですがしょうがない。山下公園はかなり落ち着いた場所ですね。脇に中華街があるんでそれの休憩にちょうどいいかもしれませんね。赤レンガの方みたいにやたらとあちこちにこの近くにショッピングセンターがあるわけじゃないんで静かなんでしょうね。本当中華街っていうでっかいのがあるからもそれで十分なんでしょう。本当憩いの場ですねここは。神奈川県というか横浜というか湘南地区というのはなんかやっぱり空気の質が軽い感じがしますね。いい意味でなんかカラッとしてるような抜けのいいような、まあ、東京だと空気自体が汚いっていうのもあるんですが、なんかじゃあベトッとした重さがあるんですよね東京の空気っていうのは。横浜とか湘南の方に行くとそれがいい感じにカラッとした爽やかさがついてきますね。カモメですかねこれは。ちょっと餌やるともうこう乱舞しますからね、変に人慣れしちゃって。カモメはすごい。なんか鳥って映画思い出しますねこういうの。こういう鳥が飛んでる時って逆にビビってるとおやつら突き上がりますからね。堂々としてる方がいいんですよ。
氷川丸は日本丸と違って特に工事はしてないようなんで、金さえ払えば入れるようですね。まあ、今日は予定じゃないんでよしておきますが、横浜本当あちこち行くところが多くて本当お腹いっぱいですね。